春一番の混みようや。本格的な花見じゃん。あ、キャッチでもなんでもないんで、僕どこのお店で飲んでるんですよ、違うお店で。やっほー、今何時だ、1時夜中ない。あ、結構、あ、もうそんなのあるんだ。うん、そう。いやーもうね、やばいね、大阪。大阪のパワーをちょっとすごかったね、受け止めて。全然なんかめちゃくちゃ楽しいんだけど、ぐいぐい行くからね。そうね、ぐいぐい行くっていうか、ぐいぐい来られるんだけど。いかに北海道民が、うん、ちょっとねのんびりしてるか、ちょっと油断してたね。今日でも、まあ、新千歳空港でも結構楽しくね、いやそうだね、過ごしてちょっと。いやあれ、ね、一軒めっちゃ美味しかったし、そう、ね、今日の観光のパワーの源になってたなってすごい思う、うん、なんかねいろいろと、ね、飛行機も飛行機は結構ね、あの中型っていうか小さい便だったよね、うん、平日だったから、ね、だからあんまりこうなんて言うんだろう、で満席だったから今日ぎゅうぎゅうだったんだけど、ね、USJ 行って、 USJ はやっぱあの若者のパワーをすごい感じて、あ、そうだね、洗練されてるっていうか、もう若い女の子の意識が高い、すごい高い、都会の女子高生だったの、ね、ね、別に札幌が高くないわけじゃないけど、うん、かなりもっと高い多分あの同じ女子高生同士を見てるから、うん、切磋琢磨して自分を磨き競争じゃないけど、競争じゃないんだけど、さらに自分をよく、あれ多分友達同士でなんかこう、うん、なんか情報を共有し合って、うん、そうそうそう、こうしたらいいんじゃないかみたいなで、こう高め合ってる感じが、高め合ってる感じがすごいあったね。何のプロの世界かなと思って、刺激を受けたね、本当に、ね、彼らが大人になった時に持ってる技術力がもう全然今の私と同じ年齢になった時に違いすぎて、うん、多分ちょっと頑張、ね、そこがまた違いすぎるから頑張らなきゃ。やっぱね、北海道ちょっと遅れてるからね、何でもね。そうだね、海越えてやってくるから、ね、もっとね、せっかくこう情報を、ね、うん、取りやすい時代だからね、うん、もっとこうガツガツいって。いや、そうだね、これが SNS の裏側なんだって本当に思った、ね、インスタの裏側、TikTok の裏側、これなんだってなんか本当に思った。そうだね、うん、それは思った。なんか今日乗り物に並んでて、女子高生たちが90分待ちとかのアトラクションで5分おきに自撮りでこう一緒に写真撮っててこの子たち何枚撮るんだろうってずっとどうしよう、あれすごい、あのもしかしてライブ配信してんのかなと、ちょっとねしばらくね、うん、注目してみてたんだけどね、うん、そうじゃないんだよね、やっぱり自分のベストショットを更新するために か、まあ暇つぶしか分かんないけど、うんうん、まあ多分そうだと思うんだけど、でもその、まあ有効活用だよね、時間の、うん、で、それをやることで、なんて自分のベストショット、顔とか完璧に捉えてるからいや、それすごい大事なことだと思う、うん、すごい大事だと思う。だって私とかしてないから普段めっちゃあのいざ撮ろうとやったことないそんな、いざ撮ろうとしたらさ、なんかさ顔やっぱ変になっちゃうじゃん、うん、だからこの子たちはこうやって磨きをかけて練習を重ねて、あれはすごかった、本当に、あ、意識高いって思ってる。でしかもなんか小学生たちだけで USJ 来てるグループもいっぱいいて、うん、それもなんかまたびっくりしたね、うん、スマホもあるし、ね、何でもできるから、すごいね、いやちょっと発想が古くならないようにしなきゃって思う、うん、ね、やっぱ札幌ってやっぱそういうの見かけないからね、そうね、そういう景色ね、なんで、あともうちょっと攻めてもいいんじゃないかと。いや本当に北海道の JK は本当に思って、まあ、JK ってか我々もねそう、我々もそうなんだけど、ね、なんか今日も私の小学校の時の幼馴染と3人でなってて、うちらがあれこれってどうなんだろうとか、なんかお店ってこれ今入れるのかなとか、お会計どうなんだろうってちょっと言ったら、友達すぐ店員さんにすいませんって聞いてて早いと思って、さすが大阪、これ今入れますかとか3人って聞いて早いと思って、さすがと思って、ね、
ンポ遅れてるなって思って。やっぱね早いよね、ツッコミ早いね。そう、道民ね遅いんで絶対それはねほんとそうね。だって今日もなんかあのお店出るときおかみさんが、うん、若おかみがあ、はい、お客さんたちはみんな送りますよ、はい、この人たち北海道から来たんですよって外出たら目の前に行ってタバコ吸ってた人がなんか、え、北海道あの標準語らしきとこから来たのみたいな、え、みたいな ね、 ねなんかなんだかよくわかんない、なんかすごかったね、うん、知らない人といっぱい喋ったけどいや、面白いね、面白かった、うん、ちょっと明日はね、京都行くからまたまたちょっとね新しいドラマが生まれるんじゃないかなと私は思ってるんだけど、うん、今日はちょっと夜遅かったしね、今日並んで疲れちゃったから、うん、ちょっと明日はスロースタート で、まあ、ちょっとね、でもここねあの 角のコーナーのソファーがある部屋にしてよかった、うん、やっぱゆっくりくつろげるねベッド、うん、そうだね、うん、はい、じゃあまた明日も楽しもうね、うん、ではまた明日バイ。